ウェイとの戦いは、紀元前475年に発生した、失政官、プブリウス・ワレリウス・プブリコラが率いる、共和制ローマ軍と、ウェイサビニ連合軍との戦いである。ローマ軍が勝利し、翌年にローマとウェイイは40年間の、紀元付き平和条約を結んだ。紀元前477年と、紀元前476年の2年間、エトルリアの都市国家であるウェイイは、 ローマと激しく敵対し、クレメラ側の戦いに勝利して、さらには、ローマ近郊のヤニクルムの丘を占領した。ウェイ兵はそこを拠点に略奪を行ったが、ローマ軍はヤニクルムの丘の戦いに勝利して、ウェイ軍を撤退させた。しかし、この戦闘でのローマ軍の損害は大きく、失勢官、スプリウス・セルイリウス・ストルクトゥスは戦闘の指揮での不手際を理由に告訴された。 これを見たサビには、ウェイと同盟を結び、軍を派遣した。両軍は、ウェイの場外に離れて八重し、他のエトルリア都市からの、さらなる援軍を待った。ここにいたり、執政官プブリコラは、敵軍の動きを封じるため、密かにローマを離れ、ティブル川を溶かして、一旦八重した。ティトゥスリウイウスは、ヘルニキとラティウム同盟からの支援部隊で増強されていたとするが、 ハリカルナッソスのディオーニュシオスはこれらの援軍には触れず、もう一人の失政官、ガイウス・ナウティウスル・ティルスが、ヘルニキとラティウムをウォールスキから防衛する任を負ったとする。夜中に野営地を出発すると、プブリコラは軍に対して夜間に抗軍し、夜明けとともにサビニ軍を攻撃するように命令した。この攻撃は奇襲となり、多くのサビニ兵が殺戮された。 サビニ軍や英知を占領したローマ軍は、ウェイ軍や英知も占拠しようとした。しかし、両軍の激突の音は、ウェイ軍や英知にも聞こえ、ウェイ兵は、ヤエイチを出て、ローマ軍に備えた。ウェイ軍はその日の昼から夜になってもローマ軍の攻撃に耐えた。しかし、翌日の夜明け頃には、絶望的な助教となり、ウェイ城内に撤退した。ローマ軍の中では、 前年の死政官で裁判で無罪となったストルクトゥスが、プブリコラのレガトゥスとして活躍した。野戦には勝利したものの、ローマ軍は、城壁で防御されたウェイーを攻撃することはできなかった。ローマ軍は、サビニ両の略奪を行い、ローマに帰還した。プブリコラは、凱旋式を実施する栄誉を得た。ありがとうございます。